山本由伸 VS 美馬学ぶ。美馬か、楽天の次に折りのことが得意なんよな。由伸やし勝つしかない。美馬の折り戦防御率 4.42 やんけ。由伸は円矢が打てるか心配だよ。美馬かなんとかなれ。美馬 VS 由伸はノーノー依頼やな。牽制ブーイングうざいからランナー出さない完全試合希望。相手同行よりマジック減らして優勝からの CS は初経験やから入りの試合うまく入れたらいいなと思う。由伸ホームでノーノーも完全もして変の許せんな。明日してもらおうか。ロッテの気合入った応援は素晴らしいと思うが、牽制ブーイングだけは意味わからん。牽制ブーイングなんて音の出るおもちゃなんだから、3回くらい投げて牽制しさせればいいって山崎伊織が言ってた。伊織はどんなブーイングも楽しむ希少種やから、連勝で決めたったらええねん。ワイは吉井のブルペンデーの方が怖い。佐々木も14日に投げてるからな。3回までしか投げてないけど、吉井がめっちゃ無理させるとは思えないし、種市ブルペン入ったみたいな情報はあったような。肘の怪我だし CS 厳しそうやが、種市はあかんのか。じゃあ2戦目が誰かで、3戦目佐々木の可能性あるんかな。短期決戦は確かに怖いけど、3連勝してほしい。ご視聴ありがとうございました。